あんたら今日の授業参観分かってるわよね。はい、答えられるように頑張ります。他の子より手を挙げます。分かればいいのよ。もし負けたら分かってるわよね。負けたらどうなるの？一生腕が下げられない体に改造してあげるからね。ママお腹すいた。ママご飯まだ？もう育ち盛りね。今朝ごはん作ってるから待ってなさい。あ、そういえば今日授業参観じゃなかったっけ？バカかお前、ママにバレたらめんどくさいことになるだろ。授業参観ですって？なんでママに言わなかったのよ。早く行くわよ。え、ママご飯は？そんなの食べてる暇ないわよ。行くわよ。ママが見ててもみんな緊張せずしっかり手を挙げるんだぞ。はい、じゃあこの問題分かる人手挙げて。あれ、おーい、あれ、みんなどうした？わからないってもしかして嘘よね？わかるよ。ただ簡単すぎて。あら、そう。じゃあ手を挙げて答えましょうね。先生、うちの子が手を挙げてます。お、じゃあトミちゃん。4です。全然違うわ。ちょっとお母様、うるさいわよ。あんたら次間違えたりしたら許さないわよ。あんたらも間違えたり手を挙げなかったら分かってるわよね。先生、早く授業を始めてちょうだい。厳しい問題でお願いを。それでは授業を再開します。以上でいきます。マンツーマンで合計何人ですか？はい、セロリ。先生
変ですね。あんた何でせられないよ。ほらあんたたちを変装して手を挙げなさい。手を挙げて。はいはい、自信あるぞ。手を挙げて。はい、ビンビン分かったの。でビンビン背脂。背脂背脂なわけないでしょ。どういうことよ。あれ、高く自信あるみたいな。差し数正装の醤油です。え、醤油、せ、せだよ、せ、せ、醤油、醤油、しでしょ。あ、しだ、正解。醤油出て、醤油出て、ザコだ。ザコって言われてる。次見て。次4問目、じゃんけんでチョキに勝ってグーに負けないのは何でしょうか。はい、みの、はい、
ほら、手を上げて、ほら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 、あんたたち、何ままや。